ベンガル症の癌は、長高の癌木の癌かベンガル症の癌属に分類される鳥類。本種のみで、ベンガル症の癌属を構成する。別名ベンガルの癌。インド、カンボジア、ネパール、ベトナム南部。バングラデシュでは絶滅したと考えられている。全長60から66センチメートル。交際は、黄色や褐色。くちばしの色彩は黄色で。 口しの先端や峰は肺褐色。胞子の色彩は炭鉱色。オスは頭部から頸部、耐火面が黒い。口頭に黒い羽毛が伸長し、胸部の羽毛も伸長する。背は高褐色で、アルファベットの V 字状の暗色版が入る。上う服や風切り葉は白い。幼鳥やメスの成長は全身が高褐色で、背にアルファベットの V 字上の暗色版が入る。頭頂は暗褐色で、小中線に沿って単行褐色の筋模様が入る。以下の亜種の分類、分布は元亜種の記載者、記載年を除いて IOC ワールドバードリストに従う。寒木が点在する。草丈が長い草原に生息する。植物の葉、根、花、種子、昆虫、爬虫類などを食べる。 白明白母子に、竹の低い草原や開けた草原、農耕地などで採食を行う。繁殖様式は乱生。婚姻様式は乱婚性と考えられている。オスは鳴き声を上げながら垂直に地表から8から10メートルの高さまで羽ばたき、低空飛翔、羽を広げながら元の場所に降りるという行動を繰り返して、メスに求愛する。 3から6月に、矢口の地面を掘ったくぼみに、1回に1から2個の卵を産む。メスが放卵し、放卵期間は30日。農地開発やプランテーションへの転換、過放木による生息地の破壊、干木の植生増加による草原の減少、家畜による巣の踏みつけ、人間によるか乱などにより、生息数は減少している。 1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書 I に掲載されている。カンボジアでは2012年に216羽のオスが確認され、生息数は312から550羽と推定されている。ありがとうございます。